のしインタラクティブはサイト上のショップ、ウェブショップをですね、本当のお店のようにできるサービスです。本当のお店というのは、お客様と店員さんがお話をしながら、説明をしながら、あるいは質問をしながらビジネスが進んでいきますが、今のショップというのは何も答えてくれません。もしもしインタラクティブサイトは、サイト上のボタンをクリックすると店員さんがそのサイト上に出てきて、フェイス2フェイスで話しながら、あるいは資料を使いながら、あるいはウェブページをナビゲーションして、お客様がウェブページを探すことなく説明をしながら理解を深めていただけるツールなんですね。将来的にはですね、ロボットなどとも結びついて IoT と呼ばれる分野にも出ていくことになるでしょう。近々 LINE や Facebook などのコミュニケーションツールとも連携する予定で進めております。